昭和に生まれたかったはるみちゃんと行く昭和を求めて、こちら埼玉県春日部市一の割。昭和の店構えがしっかりと残るこの町にうんまいラーメン屋さんがあるというので降り立った。踏切音が鳴り響く。リバティ、スペーシア X が颯爽と通過していく姿を見ることができる。通過ですよ、止まりやしません。そしてこれが私のじいちゃん。銀幕スターのような入り立ちで元タクシー運転手。もうすぐ米寿を迎えようとしている。そんなじいちゃんおすすめのラーメン屋さんに行くことにした。だこの辺のお店の並びも変わんないよ、ちょっと。でも潰れた店多いな。そっか。カフェができてる。ほら、これみんなあれ食べに来てるの？遠方から来るの。カツオ節の匂い。するするしてる。はい、やってるけど。ほら。わあ、あ、いいお店、ここにする。ここにする？うん、ここにする。いや、一応撮影。うん、聞いてみよう。あ、本当だ。こういった人ですよ。うん、それは映しちゃダメ。ずいぶん大きいね。こんな大きいってわかるかな。これが普通の中華そばね。いただきます。わ、美味しい。すごいね、カツオだしがめちゃくちゃ効いてるね。食べる量は減ってない？結構食べれてるの？ちゃんのラーメン食べに行く約束したから、お腹すかせてきた。え、豆腐ラーメンは普通のラーメン食べるの？なんかさ、なんだっけ、ほら、天ぷら？いや、かき揚げだっけ？が乗ってるのもあるよね。東武ラーメンとは、知る人ぞ知る、春日部駅東武線ホーム内にある、立ち食いラーメン。ちいちゃんに言わせてみれば、あそこは運命が立ち食いだから落ち着かねえんだということで、今回は一の割のこのラーメン屋さんに来ました。スープが優しいよな。うん、量は多い。量は多い。いや、俺はいいんだ。2人前かと思って。
思いよったもん。うん。なんか違う。餃子とかもなくて本当にラーメンだけやってるんだね、ここは。わ、うん。食べれないよ。若い子は無理だよ。若い人は無理だよ。大体こんな話かって言ってな。大盛りになったら。それだろこれ。大盛り220。俺も十分大盛りだよ。これしっかりね、朝食抜いてこないと食べきれないよね。ワンタン麺もうまいけどね。ね、結構頼んでる人いる。でも麺とさ、ワンタン、お腹いっぱいよね。大正軒。大正軒ってのも結構あるよな。ああ、でも入ったことない。虫の構え結構綺麗だね。でも昔からあんの？うん、あるよ。だから割り箸がここいっぱいじゃん。ああ、朝？明け方か、うん、お店が始める前。あとばかだと1300円。安いね。いや、すごい量だったよ。で、美味しいしな。美味しかった。あっさりしてるな。うん、今度食ってきゃ大盛りも。いやワンタン麺がいいやな。食べれないよ。いや、だからルーは少ないんじゃないの。麺が。そんなことないよ。だってみんなあんなでっかい同じお皿だったよ。皆様、ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。